川翔一さん。僕は正直彼が現役の時はよく分かってなかった。いいことをおっしゃってるなとは思っていたけども、何を言わんとしてるかっていうのは分かってなかった。今はよく分かります。そして彼がどういうものと向き合っていたかも今は分かります。僕たちがやろうとしていることは中川翔一さんがやろうとしてたことに限りなく近いです。だから田中さんはもうくっちゃん町にもね、中村議員さんいらっしゃるでしょうから、これからおそらくあんまり思いたくないけど外資の侵入はですね進むでしょう、うん、今の法整備じゃ無理です。もう飽和状態だけどまだもうそれ進むじゃないですか。でね、これをすぐに元の通りにするとか日本人にお金が流れるようにすぐするっていうのは難しいと思います。申し訳ないけれど、でもここで飽和したから、じゃあ富良野に行きましたとかですね、じゃあ長野県行きました、新潟行きましたと言ったら、日本中でいろんな地域資源が買われてっちゃうわけですよ。田中さんも言いました。植民地という単語ね。植民地の三要件皆さん知ってますか？ね、植民地ってのは大体ですね、コロンブスの頃から西洋人が世界中に作り始めたわけですよ、船で。大航海時代とか言いながらですね、大植民地時代なわけですね。植民地の役割は三つです。まず、そこにある金銀、それから資源。そういった材料を奪っていく。要は材料、原材料を取ってくる場所です。で、次に、あのが、それで取ってきたもので加工品を作って、で、特に本国で余ったものを売る場所です。市場です。マーケットです。これが二つ目の役割。三つ目の役割が、資金を投下して、そこを開発し、その植民地の場所を使って儲けるっていう資本の投下場所なんですよ。この三つが植民地の役割です。ね。だったときに、ニセコっていうのは、このクッチャのエリアっていうのはですね、資金の投下エリアになってるわけですよ。だって、日本人のものじゃないですか。日本国のものじゃないですか、この土地は。でも、そこに資金を投下されて、それで利益が全部上に上がっていくと、いうことですよ。昔で言えば、悪いであげれば、プランテーションですよ。綿花とか、砂糖とか、ね、お茶でもいいです。作らせたでしょ？資本は投下するわけですよ。創始国から。で、働かせるわけですよ。で、上前は全部持ってかれるわけですよ。だから働けど働けど、生活は豊かにならずと。いう状態が、世界中で起きたわけですよね。それを今、形を変えて、日本にやってきてるんじゃないですか？そういう認識皆さんあります？江戸時代の日本人はそれが分かってたんですよ。それが分かってたけどもですよ。戦っても武力では勝てないから、江戸幕府もバカじゃないんで、戦わずに不平等条約を受け入れたわけです。戦って負けたら全部取られちゃうから。だから半分はもう泣く泣く渡したわけですよ。関税自主権とか、ね、あと違い法権を認めるとかやりましたよね、教科書で。単語だけ覚えてもダメですよ。それがどういうことだったかイメージしないと。今、まさにそんな状況なんです。でも、江戸時代の人はまだ賢かった。例えば、不平等条約の中に項目があるんですよ。日本にはアヘンを売るなって書いてある。ちゃんと書いてあるんですよ。隣の国中国が薬物でボロボロにされたでしょ？アヘン戦争って皆さんやったじゃないですか。1840年。だから日本人そういうことを学んでるから、ペリーがその十数年後やってきた時に、ちゃんと言ってるわけです。あの、ペリーやハリスに。アヘンは売らないでくれ、つって。分かってるんですよ。薬がいっぱい入ってきたら国がボロボロになるっていうこと、国民の健康が害されるっていうことを知ってたんです、ちゃんと。今どうですか？日本人薬いっぱいいっぱい使ってませんか？ちょっと歴史を遡れば150年ぐらい前も同じ、手を変え品を変えやってるだけです。結局そうやって相手の国の警戒心を下げて、そこを市場にするんですよ。そこに投資して儲けるんですよ。そういったことが今日本中で起きてるんです。で、コントロールするにはエネルギーとか食料とか軍事力を取っておけば逆らってこないんで、だって戦えないじゃないですか、ライフライン取られたら。戦えないじゃないですか、食料がなかったら。戦えじゃないじゃないですか、軍隊がなかったら。言われるがままでしょ。そんなの政治家が一人や二人逆らったって、そんなの一回降りても潰せるじゃないですか。国家権力で対応することもできる。
円作り出すこともできる。メディアで誹謗中傷して、ね、上げ足取ることもできる。ね、その気になれば何でもできますよ。今インターネットがあるから、ね、あれですけど、昔だったらもうマスメディアって一部の人しかコントロールできないわけだから、そうやって逆らう者がいたら潰してきたんじゃないんですか？北海道にも僕が尊敬する政治家が一人いましたよ。中川翔一さん。ね、彼の動画今でも流れてますし、彼のブログも今でもね、コピーして流してる方いらっしゃいます。僕は正直、彼が現役の時はよく分かってなかった。いいことをおっしゃってるなとは思っていたけども、何を言わんとしてるかっていうのは分かってなかった。今はよく分かります。そして彼がどういうものと向き合っていたかも、今は分かります。参政党や田中さんが、僕たちがやろうとしていることは、中川翔一さんがやろうとしてたことに限りなく近いです。ね、別に中川さんをね、神格化するわけではないですけども、思いの部分ですごくシンパシーを感じてるっていうことです。本来、戦後の日本を復興して、日本を豊かにしてきたのは自民党の人たちで、その中でも保守の人たちがいたわけですよね。日本人の富を最優先に考えようって。外国に負けちゃいけないと。別に喧嘩する必要ないですよ。戦争する必要もない。けれども、弱肉強食の世界なんですよ、ずっと数百年。日本人みたいに、いい人ばっかりじゃないんです。約束したことを守ってくれる人ばっかりじゃないんです。ぼーっとしてたら、裏からやってきて、ボスンって頭殴って、こっちのものを持ってくような人たちが世界にはいっぱいいます。で、それっちの方が普通なんです。日本人みたいに無防備で、言われたこと何でも信じて、で、約束をきちっと守るみたいな、そんな国民や国ばっかりじゃないんですよ。そういう人たちと向き合って、ね、でも我々は日本人という一つのチームで国家だから、それをどう守るかっていうのを考えた政治家がいたんですよ、自民党には。結構。そういう人たちが一人減り、二人減り、いなくなっちゃったわけですよ。いないでしょ、今。そこに僕たちは問題を感じたわけです。やってくれるんだったら、わざわざ政党なんか作んないですよ。わざわざ道議会議員なんか出ないですよ。大変なんだから。寒いんだから選挙やるの。ね。なんでかですよ。別に議員になりたいとか、そういうことじゃないんです、僕も田中さんも。二人でスキーとか楽しみたいわけですよ。さっきもね、暇になったら一緒にスキーこねたりしてたんですよ。田中さんもとスキーのプロ選手ですからね。そうなんですよ。でも、今やっておかないと、僕も田中さんにも小さい子供がいるんですよね。同い年ぐらいの。田中さんとは、大きなお姉ちゃんもいますけど。結局、僕らは、その子供たちに、しっかりと残さないといけない。で、本当は自民党の人たちがやってくれればよかったんです、それで。応援してもよかったんですけど、いなくなっちゃったんですよ。で、今自民党で、そういうことを声高に叫ぶことができないんです、自民党の中では。だから僕にも自民党、僕ももともと自民党です。自民党で衆議院の選挙出してもらったことありますから。で、仲間もいるんだけど、党の中で大きな声が出せない。で、一人でやってると叩かれるわけですよ。で、党に迷惑かけるなって言われるそうです。だからもし僕が自民党の国会議員で今の参政党と同じようなこと言う。例えば、危ないかもしれませんよとか、ね、地球温暖化って本当は正しくないかもしれないと。二酸化炭素は逆に出した方がいいかもしれないとか、ね、食料危機が演出されてるかもしれないとか、日本は植民地になってるとか、ね、そういうことを自民党の中でもし僕が言ったら、どうなるか簡単にわかりますよ。想像がつきます。派閥のトップの先生が呼ばれて、お前いい加減にしろと言われるんですよ。で、いや、嫌ですと。これ正しいことなんで言いますって言ったら、じゃあもう次の選挙公認出さないですよ。そうなったら、もう通らないですよね。そういうことが分かったから、だから僕はもうやめてたんです。言えないなと思って。でも、じゃあ誰か代わりに言ってくれるか誰も言ってくれない。中川さんもいなくなって安倍さんまでされちゃったと。いうような状況の中で、別に彼らが全部正しかったと僕は思ってないですよ。思ってないけれど、でも、あ、言うべきことは言ってくれてる時あるなと思ってたんです。それが今もう誰も言ってくれない。だから、チーム作ってみんなで言おうとしてるんです。田中さんは、くっちゃんの町議12年、やっていろんな問題よく知ってます。本当は国会議員よりその分野に関しては知ってると言っても過言ではありません。いや、少なくとも僕よりは絶対田中さんは詳しいです。だから参政党のそういう用地買収とか外国資本とどう向き合うかっていう政策は田中さんが考えてくれたりするんです。質問主意書も。僕の名前では出してますけど、考えてるのは田中義人です。そういう役割をやってくれてるんですよ。
こういう方が北海道議会に行っていただいて、北海道全部見てほしいですよね。中国の買収っていう話もね、皆さん聞かれてると思いますけれども、中国だけじゃないですよ。ロシアを狙ってますから。西洋の塩もいっぱい入ってますよ。ね。だから、どっかの特定の国じゃないんです。もうすべての国に対して警戒心を持ってですね。そして、この日本人が、明治以降一生懸命開拓した。いや、もっと言えば、江戸時代だってたくさん日本人住んでましたよ。アイヌの人もいたけどね。アイヌだけじゃないんだから。アイヌだけで北海道を守ってきたわけじゃないんだから。ね、その人たちが守ってきたものが今奪われるかもしれないっていう状況ですよ。しかも武力で奪われたらわかりやすいけど、そうじゃない。ポツ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 人口が減って、ね、JR とかがなくなって、人が住まないエリアが出てきます。廃村みたいな状況。そこにごそっと移民されてきたら、もうそのエリアは取り返せません。ね。今回のニセコのエリアのリゾートが買われたのと同じような状況になります。そうなるのはもう目に見えてますよ。見えてるんです。それを止めるかどうか、そういう判断をしてほしいんです。で、参政党以外にそういうことをきちっとやろうって言ってるのがないんですよ。あったら協力したいし、もっと増えてほしい。ね。でも、これを増やそう、そういう政党を増やそうと思ったらどうすればいいか。国民が気づくことです。皆さんが気づいて、これはやばいぞと。ね。自民党、公明党だけに任せといたら、どん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 自分たちの生活が変わってきてしまう。土地が奪われるかもしれない。農業ができなくなるかもしれない。実際に畜産はもうできなくなってるわけですよ。このままじゃいかんと。いうふうに気づいて、皆さんが一緒に行動してくれるかどうかです。そういう人が増えたら、票が欲しい政党は、そういうことを言い始めます。ね。参政党今は、あいつら陰謀論だからとか言ってるわけですよ。社に構えて。言ってますよね。ねえ、全部聞いてんだから僕らは。言わないけど。僕の前ではニコニコしてても、裏で賛成党陰謀論だからって言ってる国会議員の顔がいっぱい浮かびますよ。いいですよ、言っときなさいよ。ねえ。の時だってそうだったでしょ？僕ら陰謀論だとかカルトだって言われてましたよ。でもどうですか、今の世界は。それを、きちっと言わなかったわけですよ。ねえ。で、後になって、のことをもっと分かってくれば、ねえ、いや、あの時は知らなかったんだよね、とかって言って、もう、うちは、なんか、うちは濁すんですよ。いや、あの時は僕ら陰謀論って言いましたよね、と。それはどうなんですか？謝罪はないんですか？ないです。ないです。俺はそんなこと言ってないとか。前から参政党は応援してましたとか言うんですよね。いや、そんなもんなんですよ、政治家なんて。結局、世の中変わって、皆さんの認識が変われば、政治家なんて右も上も左でも向くんです。もうイデオロギーも関係ない。保守も革新も関係ない。関係ない。そんな強い信念なんか持ってやってない。だから大事なのは、有権者である、国の主である国民の皆さん一人一人の意識です。私たちは、その意識を、いい方に変えていきたいんですよ。みんなで、日本を自分たちの手で、ちゃんと運営していこうって。人任せや、外国資本に頼るんじゃなくて、自分たちでしっかりと運営して、これは孫の世代にちゃんと受け渡していこうって。そういう国民運動をしたいんです。それが、参政党の目指すところ。だから我々 DIY って言ってるんです。自分たちでやるなんですよ。ね。で、その受け皿になるために今一生懸命支部を作って、全国に240の支部ができ、ね。で、289まで増やさないといけないんだけど、もうすぐです。今年中にできると思います。そしたら今度はそこから、今回選挙もあるので、田中さんたちのように選挙に出ていただいて、ね。今までだったらただもう、ね、自分たちで言うだけじゃないですか。支部の中で勉強会して、自分たちで議論するだけ。ね。今度は、議員ができたら、自分たちで話し合ったことを議員に伝えて、議会で訴えてもらう。それで不正があれば、それをまたみんなで追及する。ね。で、北海道議会で解決しないことは国政に挙げてもらって、今度は国政で僕らがやる。で、やっていったら、変わること絶対ありますから。したら、やれば変わるんだって成功体験ができるでしょ？あ、動けば変わるんだと。というか、自分たちが動かなかったから今までやりたい放題やられたんだなっていうことにいつか皆さん気づくはずです。そこまで持っていくのが参政党の仕事です。国民の半分以上が気づいたら、日本の政治は必ず変わる。必ず変わりますよ。でもそうさせたくない連中もいるんです。そことの戦いなんです。ね。それは自民党とか公明党とかいうレベルじゃない。もっと上のレベルです。いや、自民党の中にもそういう人はいるかもしれない。今のままだったら自分たちが権力を掌握できるからね。
だから参政党が一番めんどくさいと思いますよ。既存の政党にとっては。スタンスが違うんですよ。国民の票をもらおうなんて僕は思ってないんです。だって国民は政治に関心がないから。コップの中の争いしててもしょうがないんですよ。票の取り合いしててもしょうがない。ね。でも選挙行く人は大体4割です。そこの不動票を取り合っててもしょうがないんですよ。僕たちは政治を諦めてしまった6割の人たちにメッセージを送ってるわけです。皆さんがやることなんですよと。政治っていうのは無関心でやられても無関係では絶対られないんです。なぜなら政治はみんなの未来を作る仕事だからです。未来を考える仕事だからです。政治を諦めたら、それは国を捨てるのと一緒です。子供たちの未来を諦めるのと一緒なんですよ。そこに気づけば、ほとんどの日本人が政治にちゃんと意識を持ち始めます。それを意図的に教えてないだけです。特に戦後。教えないから年々投票率が下がるだけ。私たちは、そうやって政治を諦めてしまった人たちに、違うんだよと。諦めてるから、働いたお金の半分が税金で持っていかれて、アホなことに使われて、さらに増税されるんだよ、ということを事実として伝えてるだけです。こんなのは陰謀でも何でもありません。客観的な事実です。そのことを、この地域から皆さんにぶつけていくのが、田中義人です。いい名前じゃないですか。義っていうのは正義の義ですよ。正しいことですよ。お父さんがきっと正しいことやれよと。正しい人になれよっていうことは吉人につけたはずです。名前の通り田中さんは生きてらっしゃると思います。どうでもいいかもしれませんけど、僕は、僧兵っていうのは、僧っていうのはみんなってことですね。すべてのグループ、家族とか、そういう意味です。兵っていうのは捧げるなんですよ。みんなに捧げないといけない名前なんですよ。教祖みたいな名前ですけど、教祖ではありません。やっぱりね、縄手を表すというか、ね、親父の思い、お母さんの思いがこもってるわけですよ。だから田中さんは、おそらくこれからもスタンス変えず、正しいと思ったら損してでもやってくれ。